ラージア・サバーは、インドの連邦議会、会員に相当するローク・サバーと共に、両院制を構成する。州管轄事項に関する国会立法の宣言権、州管轄事項表に含まれている事項につき、出席、投票する上院議員の3分の2の決議により、国家の利益のために国会が法律を制定することが、必要、または有利である、と宣言できる。 この決議が可決されれば、国会はその事項について、1年間の次元立法をなすことができる。全員度駅務に関する上院の宣言権、全員度駅務の創設と、その服務条件につき、出席、投票する上院議員の3分の2の決議により、国家の利益のために国会が法律を制定することが、必要、または有利である、と宣言できる。 金銭法律案以外の法律案、両院のいずれからも宣言ができる。憲法改正法律案、両院のいずれからも発案ができる。憲法改正は、両議員それぞれで、総議員過半数、出席、投票する議員の3分の2の双方の条件を満たして、法律案が可決され、大統領が認証した場合に成立する。ただし、大統領選挙や国会における、 州代表に関する事項等を改正する場合には、両院での可決後2分の1以上の州議会の承認が必要である。ありがとうございます。